船酔いの話。そう、あの時のサカール人はただものじゃなかった。スパイクの発泡欄を飲まされたけど、あの、どんな作戦を作る？ああ、それで思い出した。もう君と飲み比べはしない。秘密を知りたい？私はただの仲間につきたい。先に行け。え、どうして？お前には関係ない。構うな。どうしたってんだ？ドラックス、気をつけろ、スター・ロード。お前こそな、このザキ野郎。なんだあいつ。一人で行けってか。私どう？
15%。安くしとくぜ。いろんなパーツがありそうだ。大体のものは揃ってる。もちろんメンテ済みだ。戦争が終わってこの方、新しい装備なんてそうそう入らんで。ああ。目当てのものがあるのか。ノバの追跡装置を取っ払えるようなデバイスとか。セブン A12 シリーズか。それとも 2G2? いやー違う。あれ廃盤になった。そうだ。どのタイプにも使える優れものがあるぞ。本当にこいつで外せるのか？もちろん、俺が言った通りがしなって。そりゃいい、どうもな。本当にうちの船に来た。誰に取り入ればアンダーシティに最後に来る。何の匂いだ？グワウワスコケロ。あなたの名前も過ちも含めて、グワウワスコケロ。グワウワスコケロ。入っていたさ。Pew! Pew! Pew!
ここ何なんだ。お客様がいらっしゃるのはエンポリウムのギフトショップです。お土産はいかがですか。どれもユニークな品ばかりですよ。そうだな、どんなのがある。希少品のレプリカがございます。失われた文明の模型や彫像、芸術的なオブジェです。彫像って人形か。うちのクルーが女なんだけど、そういうの好きかも。野暮な方は人形とおっしゃるかもしれませんが、ま、それは置いておきましょう。その方についてお教えください。彼女は剣も好きだな。好きなものではなく、どんなお方ですか。ああ、近寄りがたくてタフで、でもセンチな部分もあるようなないような。ああ、その方にぴったりの品があります。いかがでしょう、お買い求めになりますか。まあ、プレゼントなんかしたら殺されかねない。おお、価値がわからない方っていらっしゃいますよね。エンポリウムのギフトショップへようこそ。銀河一のお土産を多数取り揃えております。ああ、ようこそ、ようこそいらっしゃいました。幸運な旅の方。ここは輝ける素晴らしきエンポリウム。アニリーア・ティバンのプライベートコレクションにして、銀河の不思議を一堂に集めた至高の博物館です。普通ならお宝は厳重に保管するもの。しかし寛大であられる我らがティバン様は、庶民の皆様とコレクションを共有したいとお考えなのです。さあさあ、ツアーに参加されますよね。ね、いいね。あ、チケットがある。これで入れるんだよな。おやおや、これをお持ちとはよほどの重鎮ですな。ティバン様はめったにごくたまにしかこのチケットを出さないのです。エンポリウムをお楽しみください。エンポリウムのギフトショップへようこそ。エンポリウムをどうぞ。おいいね。まさか、どうやって手に入れたんだ。ありゃまずいな。すげえ。面白いな。おい、嘘だろ。どういうこと。どういうこと。いいね。うん、面白いな。うわ、すごいな。おい、嘘だろ。
まさか、どうやって手に入れたんだ？すげえ。おい、嘘だろ？どういうこと？うん、面白いな。すげえ。まさか、どうやって手に入れたんだ？銀河一のお土産を多数取り揃えております。来館記念にユニークな贈り物をどうぞ。おい、てか、早いぞ。コスモ、いるかな？橋、閉鎖中、通れない。本当に閉鎖してるか？スーツ見ろ、ノーウェアの警備員だ。正真正銘の別の道、裏通り、行け。俺はコスモに会いたいんだ。コスモはタワー、いない。外出している。スターロード、あっちだ。待て、なんで俺の名前を。行け、行かないとコスモの牢入るか。コスモ。ああ、雲行きが怪しいな。コスモはこの